天将はスピードに乗り、流麗な流れと力強さを要求される方で、手首の強さ、肘の締めが特に要求される。最初の横桶、しっかり肘を落として横桶をします。と相手の体勢を少し押すと回転します。タップです。はい、2本目かけて肘を落として外側から掴んで手首を巻いて、このままで引き落とすと、3本目は外から内へ、はい、外から内へマッチです。手首を取って垂直に落とします。逆はこの、押します。下から上へすっと押し込むと、これが外れます。ギャップで落ちます。そして膝で押します。引きます。これも自分が引くのじゃなくて自分が入るんですね。このままで、下へ落とします。これは温度に落とす、落としたらそのままで返して取れます。はい、上げます。この相手の手首を下から温度に落とすね。もうこれで完全に関節が外れてます。どうにでもなります。はい、落とします。上から、はい、横へ振ります。同じですね。どっちの方向にも投げられます。はい、横へ落ちます。このまま何と言ってもこれが全部受けです。1本ついて1本、これが横桶かけて裏を押します。はい、押します。引きます。
よくお願いします。すいません、はい、落とします。全部空手の受けです。受けが手首だけの変化で使えます。だから後ろから来た場合も第4挙動を使えばすぐ外れますね。これが前へ押します。力の強い人の場合は自分に特殊です。第6挙は上あやこれはスッと抜けるんですね。自分の体を横に持つ、そして入ります。で肩を手首、非常に大事なものですから手首をしっかりと毎日鍛えます。